こちらのソリスのエスプレッソマシンの、開封動画を上げたと思うんですけれども、今日は実際にもっと細かくですね、このマシンの性能を見ていきたいと思います。で、先に結論から申し上げると、ご自宅で朝1杯2杯、お昼時に1杯2杯楽しむ分にはすごく優秀なマシンだと思います。ただやはり業務用、本当カフェとかですねに使っていただくには少しちょっと難しい部分があるんではないかと思うので、その部分をちょっと動画で詳しく説明していきたいと思います。皆さんこんにちは。第一電化社専属バリスタの白石です。今日は早速なんですけれども、こちらのソリスのエスプレッソマシンを詳しく、グラインダーも合わせてですね、詳しく性能を見ていきたいと思います。まずは、マシンの、こちらのボタンであったりとか、この辺の細かい部分を見ていきたいと思います。で、まず一番最初目につくのはこちらの4つのボタンですね。で、左から、これが電源ボタンですね。これが、自動抽出ボタン、初期設定だと25秒に設定されていると思います。ボタンを押したら25秒間お湯を通したら勝手に止まるというようなボタンになります。で、その右側がマニュアル抽出ボタン、連続抽出ボタンですね。一度ボタンを押して、次もう一度自分でボタンを押すまでずっと抽出が行われるボタンです。で、最後これが、スチームボタンですね。ここでスチームをするときに、切り替えのボタンですね。その次に、この側面のこのバルブ、これが、スチームボタンを押した後に開けてもらえれば、ここから蒸気が出るようになります。で、ここのスチームのボタンを切り替えずにここ開けるとお湯が出るようになってます。これは本当に、小型の、家庭用のエスプレッソマシンだと、ごくごく一般的な機能にはなっています。で、次にマシンの上部、ここは一応カップウォーマーになっているので、こういった感じにカップを置いておけば、作成前のカップを温めておくこともできます。で、次マシンの後ろ側ですね。で、これがこのマシンのタンクになってます。結構大きいです。弊社でも取り扱いがある小型のタンク式のマシンに比べてもかなりでかいなっていう印象はあるので、1回満水にしてもらえれば、多分給水なしで、多分1日分であったり、ご家庭ですね、ご家庭での1日分は多分賄えるんじゃないかなとは思います。で、次にですね、こちらのホルダー、ポルタフィルターですね。この直径は、ごく一般的な、業務用で使われる58ミリですね。なので、これ、一応 VST 社、有名な VST の 18g ですね。 18g は普通にはまります。ただ、20g になってくると、ちょっと、このホルダーのここが円形でちょっとラウンドしているので、若干ここが干渉して 20g をはめてしまうと、この抽出口にはまらないので、もし VST を使われるんだったら 18g までになると思います。では、電源を入れていきたいと思うんですけれども、もう今こんな感じでキッチンタイマー持ってきました。何をするかっていうと、電源を入れてからコーヒーの抽出が可能になるまでどれだけの時間がかかるかっていうのを見ていきたいと思います。で、結構一般的なあのボイラーを搭載している小型のものだと15分とか20分とかかかるんですけれども、このマシンはじゃあどれぐらいかかるのかっていう部分をちょっと今から見ていきます。では、このボタンを入れると同時にスタートします。今点滅してるんですけども、これ点滅が終わったらもう抽出ができますよという合図になります。点滅が終わりましたね。なんと33秒です。ちょっと見づらいかもしれないんですけれども、キッチンタイマーの秒差33秒です。これは普通のボイラーのマシンで考えると信じられないスピードです。で、理由としては、例えばこういった小型のタンク式のマシンとは違って、これは本当に、ボイラーが、こういう円形のボイラーが入ってるんですけど、これはサーモブロックシステムって言って、ボイラーは入っていないんですね。で、すごく細い管が
こういう風に通ってて、その管を外から温めるんですね。でそこを通る水がこう通ることによって瞬時に温められることができるので、まあこういった感じで朝時間ない日であってもすぐボタンを押して、ま、少しだけ待ってもらえれば抽出っていうのはすぐ行うことができます。では次にこちらソリスのこれがグラインダーですね。これも簡単に説明をしていきたいと思います。まずですね、ここのグラインダーはちょっと見づらいかもしれないんですけど、上から見てもらうとこのようにコニカル刃になっております。今、この上のホッパーを外したんですけれども、でここのホッパーを回すことによって引き具合を変えることができます。ここはエクストラファイン、まあ、一番細かいところからコースってところまでと引き具合を変えることができます。で、だいたい1から4、まあ、ここちょっと 見づらいんですけど、ここに矢印があって、ここが1から4ぐらいがだいたいエスプレッソ引き と、されています。で、まあ、中は真ん中あたりはまあ中引きから中粗引きぐらいまで引けるので、まあ、ハンドドリップであったりとか、エアロプレス、まあ、サイフォンなり、まあ、本当にさまざまな抽出器具から、まあ、あとコーヒープレスまで幅広く引き具合は対応はしております。で、ですね、マシンの側面、ここのダイヤルですね、0から10って書いてあるんですけども、これ何のボタン、何のダイヤルかっていうと、グラインダーのスイッチを入れてから刃を動かす時間のタイマーなんですね。でこれ0から10があって、マックス10が60秒間、この真ん中5番が30秒になっています。なので、まあ、使うコーヒー、まあ、たくさん使うんだったら、まあ、長めに秒数を設定しておいたりとか、まあ、コーヒーの粉が少なめだったら少なめに時間を設定しておいたりとか、あとは、この秒数を使って、まあ、引く粉の量を、まあ、そのあらかじめ設定しておくっていうのもできると思うので、まあ、その辺は、まあ、使いやすいように使っていただければいいんじゃないかなとは思います。で、最後にこの、最後になってしまったんですけど、これが、グラインダーのいわゆる電源ボタンですね。スタートストップって書いてあるんですけれども、まあ、スタートを押してもらえればこんな感じで刃が動きます。で今みたいにボタンを押せば止まりますし、まあ、タイマーが時間になったら勝手に切れるっていうのになっているので、まあ、どちらかですね、まあ、自分でボタンを止めるか、タイマーでグラインダーが止まるまで待つかになります。で、マシンの下部、これが、まあ、豆を引いた後の粉を入れるコンテナですね。で一応このようにこうマックスって引いてあるんですけど、これが一応 70g まで一応ここまで入れることができるそうです。ではここまでソリスのエスプレッソマシンの説明、まあ、ご紹介してきたと思うんですけれども、今まで、まあ、弊社の動画を見てくださった方であれば、まあ、気になる部分かもしれないんですけども、じゃあロケットのエントリーモデルとされる、まあ、弊社のエントリーモデルとされるアパルタメントとどれだけ差があるのかっていう部分、ここ気にされる方多いと思います。アパルタメントは、まあ、シングルボイラーで、あと一番大きく違うのはヒートエクスチェンジャーっていう部分ですね。まあ、サムブロックシステムを搭載したソリスで、カプチーノ、まあ、カフェラテを4杯作るってなった時にどれだけそれぞれ時間がかかるかっていうのを今からやるんですけれども、多分そこを見てもらえれば、オープニングで僕が結論を言ったことが多分わかるかなとは思うので、ちょっとそれを今から早速やっていきたいと思います。今日は事前にコーヒー豆をあらかじめ測ってからグラインドをしていきたいと思います。終わった粉をでこのホルダーに入れていきます。
今日は連続抽出ボタン、マニュアルボタンを使って抽出量を見ながらエスプレッソを見ていきたいと思います。そうしたら、でここでスチームの切り替えボタンを押します。これがまあヒートエクスチェンジャーと一番違う点で、やはりこのボタンを押してから少しまあ待ち時間があるので、まあ、ここで逆ミルクを用意をしておきます。そうですね、待ってる間に3分いってしまいそうですね。ここでまあ点滅が終わったのでスチームをしていきたいと思います。チームでやはり結構時間が取られますね。まあ、でもミルクのクオリティは結構いいんじゃないかなとは思います。じゃあここで注いでいきます。ようやく1杯目ですね。で、ここでもう5分を過ぎてますね。ちょっとこのまま2杯目のスチームもいきたいと思います。ちょっとこうミルクをスチームしている間にもうクレマがもうブレイクしてしまっているので、ちょっと書きづらいかもしれないですね。はい、今2杯をようやく作り終えて8分いくかなぐらいの時間ですね。どうしましょう、ちょっと4杯いきますか。ちょっと今4杯やろうかなと思ってたんですけれども、ちょっと時間がかかりすぎて、これでちょっと尺がかなり伸びてしまいそうなので、ちょっと2杯勝負にしていきたいと思います。で、今2杯書き終えてだいたい7分45秒ぐらいだったと思います。まあ多分自宅で楽しむ分にはまあ多分全然許容範囲内だと思うんですけども、例えばじゃあこれがまあレストランであったりとか、まあ、そういった業務用で使うっていう想定したとして、じゃあ例えば4組お客様が来て食後にじゃあぜひカフェラテを頼まれたって
今想定してもらうと分かりやすいと思うんですけど、まあ、今の秒数見ると単純計算でだいたい15、6分提供にかかってしまうんですけどね、かかってしまうんですね。ってなると、まあ、できて、まあ、都度持ってけばいいんですけれども、最初提供したお客様と最後に提供するお客様ではかなり開きがあるので、なんなら最後提供するタイミングで最初に提供したお客様を飲み終わってるぐらいの時間にもなりかねないので、っていう部分でもやはり、まあ、業務用で使っていただくには少しちょっと難しい、まあ、無理があるかなっていうのは思います。これは技術があっても言えることだと思うので、まあ、私自身ある程度、まあ、技術は持ってると思うんですけども、それでもやはりこれぐらい時間がかかってしまうので、特に初心者の方、まあ、まだバリスタ始められたばかりの方だともっと多分時間かかるというような印象はあります。で、じゃあこれが例えばまあお店ってなったら、まあ、その提供時間が遅くなればなるほどやっぱクレームになるっていうリスクが上がってしまうんですね。食後のコーヒーってやっぱ多分待てても5分とか10分だと思うんですね。やはりこれを超えてくると、まあ、おそらくなんですけど多分クレームになってくるんじゃないかなとは思います。はい、では続けて、まあ、比較として、まあ、ロケット社のアパルタメントで実際に同じような感じで作っていきたいと思います。でこちらのマシンは、まあ、どちらかというと家庭寄りではあるんですけれども、家庭向けのマシンの中でもかなり上位のクラスです。まあ、ヨーロッパだと本当に家庭向けで販売されてたりするんですけれども、日本だと本当に業務用とかで使っていただけるぐらいのレベルのマシンですね。でこちらのマシンを使ってじゃあとソリスとどれぐらい時間が変わってくるかっていうのを見ていきたいと思います。ではもう一度タイマーを使って始めていきたいと思います。で今日は、まあ、このグラインダーですね、エウレカのミニオンスペシャリタオンデマンド式のものを使っていきたいと思います。まあ、より本当業務用レベルのグラインダーではあるんですけれども、まあ、エスプレッソグラインダーと結構一般的なものにはなると思います。抽出をしている間にスチームも一緒にやってしまいます。立て続けにそのままスチームをしてしまいます。やはりスチームに時間がそこまでかからないので、クレマもブレイクすることなく2杯目を仕上げることができます。トータルで3分17秒
ですね。さっきが7分45秒とかだったので、半分以下の時間でこのようにカフェラテを2杯提供することができます。この時間であれば、さっき例えで出したような4名カフェラテが入ったとしても、トータルで6分ぐらいになると思うので、そこまでお客様を待たせることなくドリンクが提供できると思います。では最後に味わいの部分にフォーカスを当てて説明をしていきたいと思うんですけれども、一番はカフェラテを飲んでもらうのがいいかなと思うんですけれども、動画では説明お伝えができないので、で一番差が出る部分としてやはりスチームなんですよね。スチーム後にどれだけ水分含有量、水分値が加水されているかっていう部分をサーモブロックシステムソリスと、ヒートエクスチェンジャーのアパルタメントで比較をしていきたいと思います。でスチーム終わった後にこうスケールに乗せてみて、どれだけ増えてるかっていうのを見ていきたいと思います。でこのように両方とも2つのピッチャーに 200g ずつ水を入れています。でそれぞれソリスとアパルタメントで60度までスチームをして、でそれでどれだけ水分が増えるかっていうのも見ていきたいと思います。ではソリスから実際にスチームをしていきましょう。今60度、さっき温度計で60度まで温めたんですけれども、重さとしてはこれですね、 236.5 なので 36.5g 水分が加水されていることになります。では続いてアパルタメントを見ていきたいと思います。これで約60度ちょっと超えてしまったんですけれども、少し60度超えてもこのように水分加水、水分含有量、加水量っていうのは217、約 17g だけ増えてるんですね。なので味わいだけ見てもやはりアパルタメントでスチームをした方がミルクにこう水分が移ることなくスチームができるので、カフェラテを作ったとしてもあまり水っぽくならないっていうのが言えると思います。はい、いかがでしたでしょうか。最後、改めてまとめますとですね、やはりソリスはご家庭で1日 1、2杯朝忙しい時間帯でもエスプレッソ飲みたいという方には本当におすすめだと思います。ただやはりこれを業務用で使うってなるとかなり厳しい、さっき動画で見てもらったと思うんですが、かなり厳しい部分あると思います。で、今後開業予定していてご家庭で練習をするということで、エスプレッソマシンを買うのであれば、もちろんどっちをご購入いただいてもいいんですけれども、ソリスをご購入いただいた場合は、その開業するタイミングでやはりエスプレッソマシンを買い替える必要はあると思うんですね。ただやはりアパルタメントであれば、もしかしたらそのまま使える可能性も、その提供、推奨杯数っていうのもあるので、1日20杯程度であればこのアパルタメントでそのまま使えると思います。で、ソリスに関してはやはりスチームのパワーは少し弱い印象があるんですね。でこれ私も開封後たくさん試行錯誤をして、ようやくうまくできるスチームの場所、ノズルを刺す位置っていうのは最近ようやく分かり始めたんですね。で、当店で弊社でご購入いただいた方には、特典としてスチームのコツをまとめた動画であったりとか、エスプレッソの調整の様子の動画っていうのを無料でお付けしております。で、あとはその動画の中にですね、動画の中で使ってるコーヒー豆は弊社の山の上焙煎所、今日はラテアートブレンドでやってるんですけれども、あともう一つ深入りのコーヒーですねを使ってやってると思うんですけども、これはこのマシンとグラインダーのセットの特典として弊社から販売する際はつけてるんですね。で、あとはミルク用の洗浄剤であったりとか、こういった部分も本当にまとめてセットになってご提案しているので、これから一気に揃えて始めたい方にはすごくおすすめのセットだと思います。あとご購入後のサポートであったり、例えば修理であったりっていうのはソリスジャパン株式会社様が全てサポートしていただけるので、そういった問い合わせは全てソリスジャパン株式会社様までよろしくお願いいたします。
はい、今日の動画はまあ以上になるんですけれども、この動画まあ役に立ったよと思っていただければ高評価ボタンと、ぜひ第一電化社のチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で、あとはまあこの動画を最後まで見ていただいて、分かんないこととかもしあればコメント欄にコメントいただければ回答させていただきますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。